していませんので、子どもたちを守るために、バージニア州全体で一つのルールを決めました。それが、マスク着用の義務化です。マスクの義務化は重要です。親、教師、子どもたちを守るためですから。コロナにはマスクがいいと思います。マスクがあればみんな傷つかないわ。このようにこの学校ではマスク着用の義務化に賛成の声ばかりだったんですけれども、別の州からは違う声も聞こえてきます。これはフロリダ州での光景なんですけれども、学校でのマスク着用の義務化を求める保護者と反対する保護者が衝突したんです。実はフロリダ州など9つの州では学校でマスク着用を義務化することを禁止するという決定をしまして、こうした衝突がアメリカ各地で起きているんです。橋本さん、これどうしてその反対する人は反対しているんでしょうか。そうですね、着用させるかどうかは親が決めるべきで、州や政府が押し付けるものではないというのが反対派の主張です。そしてその主張には州知事の影響もあるんですね。実はですね、マスクの義務化の禁止に動いた9つの州なんですけれども、ご覧の赤い州なんですが、州知事はいずれも対立はワクチンの接種をめぐっても同じです。小学生を対象にしたワクチンの接種は来月の下旬にも認められるのではないかとの見方が出ているんですけれども、そうなると今度はワクチンの接種をめぐって教育現場での対立がさらに深まる恐れも出ています。橋本さんに伝えてもらいました。時刻は6時28分。この時間に入っているニュースをまとめてお伝えします。東京の昨日の新規感染者は565人で、2ヶ月ぶりに500人台となりました。東京都が昨日発表した新型コロナウイルスの新たな感染者は565人で、先週の日